7月1日です、えー。大阪は雨も上がりまして、わあ、綺麗な青空が広がっています。少し黙々とした雲が出ております。お天気回復です。夏になりましたので、大塚由美さんからもらった、えー、夏用のとっても、どうですかはい。かわいいマスクをしてみました。さて、その、 大塚由美さんが今日のおてんこ盛りの中でですね、えー、午前と午後、AM と PM をおー間違えてしまいました。いやまあ、誰になって間違いはありますので、そのこと自体は、ね、訂正もしていますので、全然問題はありません。えー、大貫太子さんのお曲ですね、歌詞を聴いて、あれ、えー 夜更けの話をしてるのになんで 4PM というタイトルなのかなとえー、午前4時から午後4時までの半日をえが描くそんな歌詞かなと思って調べていったら、いやいや 4AM じゃないですかと。AM と PM を間違えていました。今日のタイトルは右も左もわかりません。 と題しましまたがそうなんです番組が終わってからスタジオでみんなでワイワイと話をしていましたらまだ、うん、大塚さん AM と PM どっちだったかっていうのが、まあ、まあ分からないわけじゃないんですけど毎回確認をしないといけないと。 いや、コンビニエンスストアでも AM、PM ってありましたよね。だから、AM を先、だから午前中、PM を午後後後にして覚えたらいいんじゃないかと言うんですけど、えー、そんな単純なことでも彼女の中ではないようでしてね。えーえー、大塚さんの覚え方は、そうそう、11PM っていう番組があった。えー、ちょっと、 エッチなシーンも出てくる、大橋巨泉さんたちのやっている、えー、大阪からもやっていた、読売テレビからもやっていた、あの、11pm。あれは夜中の番組だから夜 pm。だから午前中は am っていう、えー、とても面倒くさい回路を一つ通らないと、am と pm がわからないと。うん ならば、AM と FM の違いなんて、きっと分かってないのかなというふうにも <laughs> 思いますが、あのー、そうですね、その他にも、えー、左右、皆さんから見てどっちになりますかね、私のこちらが左手、えー、ですで。こちらが右手。はい。左がレフト、L。そして右がライト。 えー、R ですね。A、R, I, G, H, T.、はいえー、ですから L と R じゃないですか、えー。これとか、あるいはスタッフから出てきたのは、うん、ドアで、えー、プッシュ、押す、うん。でも、プルとあったときに一瞬、 押すじゃなくて引くわけですけど、え、プルという言葉が、あちょっといどう、どうしたらいいのかなと一瞬思ってしまうと、あ、プッシュの逆だから、押す反対だから引くっていう、そのワンクッションがないと、おわからないと。えー、京都大学出身なんですけどね、<laughs> 大丈夫か、兄弟。えー、あと、うん エレベーターとエスカレーターもよく間違えてしまった。これは大塚さんの話でした。はい。えー、どのようにして判断するか。そう。エレベーターガールのいる方がエレベーターでした。はい。エスカレーターはエレベーターガールがいないからエスカレーターで斜めに上がっていく。まあ、これで、えー、判別をすると。 僕もいっぱいいろんな間違いをしますので、全然偉そうなことは言えませんが、あのその手の間違いは基本的にしないタイプなんですね。それを、まあ、理系だとかなんとかっていうことともちょっと違う、どうなんですかね。うん。えー、っと、飛行機の、 世界ではですね、えー、am と pm というものがあること。自体間違いを引き起こしてしまいますから。あ、24時間制で話をします。つまり、午前1時と午後1時があるから間違ってしまう。うん。まあまさか。梅田のビッグマンの前で。 一時集合ねって言われて午前1時集合という人はないのかもしれませんけども、まあ、そもそもそうやって分けること自体が間違いを引き起こすということから、えー、24時間制でいけば1時ですかそれとも13時ですかで分かりますよね。さらに地球は丸いです。地球は丸いですから JST 日本標準時における午前9時 と、イギリス、まあ今、グリーニジミンタイム GMT とは言いません、UTC と言いますがえ、これは午前0時になりますね。えー、ソウルは何時ですかあニューヨークは何時ですかまあそれぞれ、えー、時間帯が違うわけですね。同じこの瞬間、同じこの瞬間なんですけど、なので、航空業界では、 utc, ズル、えーゼット、ズルー,、Z、ズルータイムと言いますけどお、ロンドンのこの時間を標準にしています。ですから、あ何時に飛びますというのは、うん、乗客の皆さんに提供される、うん、時刻表はですね、えー 普通にそれぞれの国の時間に合わせてありますけどフライトプランなんかを書くときは、えー、日本時間の午前9時に飛ぶんであれば9時間引いて0時えー、午前でも午後でもないうー世界標準時の0時今しゃべっているのは日本時間でいうと正午をちょっと回ったところです12時をちょっと回ったところですから0300ずる えー、三時というふうに表記をします。これで間違いないようにするっていうことが、まあ、叩き込まれてるわけですね。えーえー、L と R、プッシュとプル、まあ、このあたりも間違えるとえらいことですからね。えー、左に行くのか、右に行くのか、左のボタンを押すのか、右のボタンを押すのか、えー、これを間違えたらえらいことです。で、間違えないために、 まあ、それでも人は間違える。それでも人は間違えるから、いろんな工夫をしています。もう皆さんお気づきだと思いますが、この私の後ろにあるのは、えー、昔訓練をしていた時の、このセスナ172のおー、このコックピットのポスターなんですけれど、えー、スロットルはですね、えー、黒です。で、黒、この黒の、お を押すと、えー、いわゆる、アクセルを吹かすということになります。一方、エンジンを切ったりするときには、ミクスチャーというものが、二、まあ、つ並んで、えー、あるんですけど、これを調整をして、最終的に、エンジンの中に、うん、ガソリンをですね、入れないことでエンジンを止めるわけですが、まあ、間違いがあってはいけないので、ミクスチャーは、 赤。わかりますか、うん、こ,この辺、これですね、はいえー。スロットルの横にあるミクスチャーは赤にしてあるというようなことで、まあ、できるだけヒューマンエラー、人間の間違いを少なくするような工夫をしながら、でも間違えちゃいけませんよっていうことはですね、えー、教育で叩き込まれておりますので、まあ、間違えない。 ですけどね、いやでも大塚さんは言ってました意外にそうやって間違えてしまうので毎回毎回困っている人もきっと大勢いると思いますよ小森さんと、うん、小森さんはそうではないのかもしれないけどそういう人も世の中には大勢いるんです分かってあげてくださいと彼女は言っておりましたまあその通りだと思いますそしてえー 何パーセントぐらいなのかは分かりませんが、私のように、そういう間違いはしない中、暮らしていると、それはそれで、結構フラストレーション、<laughs> フラストレーションってうんですけど、ね、うん、注意してというかあ、そういう間違いがないようにしましょうという人生を送っている人もいるのだと。 いうことがお話ししたたかったです、はいえーまあ、人間としてはまだまだ右も左も上も下も女心もわからない私ではございますが、えー、午前と午後は分かっていると日本時間の今、えー、午後0時6分、えー、12時 イギリス、ロンドンの時間、世界共通の時間で言いますと、午前3時6分、午前ではないですね、3時6分ということになります。以上です。